前回のあらすじ。アカンコタンに到着。とうとう寒い。こりゃあかん。お店の方と物々交換。ビホロ峠とは、日本最大のプルデラとクッシャロ峠を路せる峠。よく雲海が見られることもあり、人気のスポットです。
タブか。はい。どこから来てんの？仙台から。どちらから？北見。あ、北見から。今ちょっと流しベッドの方回って帰る。ああ、そうですね。あ。だいたいね、60キロは70キロ。はい。40キロは50キロ。はい。そういう感じであったら捕まらんから。わかりました。じゃあね、気をつけて。はい。ここは2022年4月にリニューアルしたすごく綺麗でおしゃれな道の駅。1階はお土産店と飲食店、2階は飲食可能な展望休憩スペースになっています。昔英雄オタストゥンクルが巨大なアメマスを捕らえた。しかしアメマスは暴れて逃げ、中島の下敷きになった。アメマスは今でも時々暴れる。そのため道東は地震が多いという。いいセンスだ。
本日の教訓、TOTOは防寒必須。なまら寒い。